コルクボードか。やっぱこういうのって早いもん勝ちだよな、の心。買いなよ。これ似合いそうよ。なんだその目は。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年9月17日土曜日の午後0時56分です。そして今日は住民のビアンカさんのお誕生日でもあります。お、ビアンカ。おめでとうございます。では本日のその他のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。遅いって。新住人来る前に来てよ。遊びに来られたお客様にアイラ島の魅力がしっかり伝わるといいですね。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。静江さんが確認しようのスケジュール帳なんや。めっちゃ書き込まれとるね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし。でリアンクが誕生日っておったんやったっけ。さくらんぼでいいかな。包むは包むとして、めっちゃ雨なんですけど、超雨なんですけど、家おる？おらんやん。今日もおらんのかい。あとだけいけ。悲しい、悲しいよ。ん、今こっちにさカタツムリおったね。カタツムリだらけや今日。島の中がカタツムリだらけや。カタツムリ今年若干見たような見てないような。よし、ラッピングを変えます。なんか小学生の時とかはね、めっちゃカタツムリその辺で見よったけど。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店へようこそ、ようこそ。ということでラッピングをください。戸棚の商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたらお申し付けくださいませ、ませ。めっちゃ、何、イライラしてんのか。足動かしすぎじゃない？赤いラッピング、なんか今ピコーンってならんかった？金色。金色かな。いや、1個でいいです。ほら、絶対なんか反応しよるって。絶対反応しよるって。ありがとうございました。ました。ほらほら、なんか気になっとるやん、この商品。ファッションケースか。やっぱこういうのって早いもん勝ちだよな、の心。買いなよ。え、なんかさ、なった？飛び盛りの時ってさ、住民に商品買わせることできよってやん、こうやってお店の中で。今回のこの集まりは買わせることはできんの？いや、なんかちょこちょこさ、こうやって見に来とるところを見かけるし、話しかけるんやけど、商品についてのコメントはするんやけどさ、誰も買わんのよね。一回も買われたことないんやけど、あのシステムはもうなくなったの？コルクボードか。やっぱこういうのって早いもん勝ちだよな、の心。買いなよ。これ似合いそうよ。なんだその目は。買ってくれよの目か。ありがとうございました。ました。よし。まあ、今日はちょっと、まあ、ずっとこの格好なんやけど、お、この場所で来ても意味なくね。家から来てこいよ、レインコート。まあ、今日はちょっと、お呼ばれにふさわしい服装をしているので、服装はこれでいいとして、はい、プレゼントも完成。はあ、ね、こんなところでね、ここまでビシュビシュできたってことやろ？意味な。なさ、カタツムリ落ちた。お、アイナ、ここ最近見かけなかったね。前に会ったのは2週間くらい前かな。あんたが顔を見せないから、島の奴らみんな寂しがってたよ。うちも、まあ寂しかったかな、だってね。いや、てか私ね、この動画外でさ、ログインしても、住民に話しかけてない時あるんよね、結構。金策に島に渡って行ったりだとか、あとその辺でね、走り回り寄ったりはするんやけど、なかなかね、そうやね、島民に話しかけてないね。話しかけなければ。あ、これ、埴輪やったっけ？私、ここに埋めたような気がする。掘り起こしとこう。いいね、賑やかだね。さあ、今回は、ポア埴輪を掘り出した。ポア埴輪っておらんかったっけ？そんな名前のやつ。いけるかな、ここ。よいしょ。
怖い。かわいい。すべてかわいいね。初めてや。何種類あるんやろう。あ、この子やっぱめっちゃいいわ。ちょっと怒った感じの顔の。口から泡吹き出しよる子。めっちゃかわいい。こっちじゃなかったっけ？こっちモニカか。どこが誰だか。あ、あゆのちゃん。あ、ひさー。なんか忙しかったの？あゆのちゃんがいない間、大丈夫暇だったから、ダンスレッスンがはかどっちゃった。は。相変わらずだね。お。たぬきマイレージプラスが反応している。住民挨拶キャンペーン。今若干噛んだ気がする。他はもう大丈夫なんかな。はい、大丈夫。生き物図鑑と DIY レシピ。あ、この辺か。サーモンのカルパッチョとかぼちゃのスープが増えたと。かぼちゃのスープあるよね。教えてもらったやつよね。レシピ。シベリアさんどこっすかね。あ、ヤッホーシャンティ。あら、アイナさん、しばらくぶりじゃない？アイナとは相変わらずよ。お散歩がてら、見て回ってきたら、立ってば。見て回ってるよ、今。あ、ここか？こっちか？いや、こっち違うね。こんな、スポーティーなもの向かんよね。置いたのは私やけど。あ、正解。やったね。あれ、また来とるやん。アイナさんじゃない。来てくれてとっても嬉しいわ。今日はぜひ楽しんでいってね。素敵ね。おい。引っ越してきた初日にも人の誕生日パーティーに来てなかったか。めっちゃ被ってる。よう、おめえも来たんだな。ビアンカの誕生日会。よし、これで役者も揃ったことだし、俺たちでビアンカのやつを盛大に祝ってやろうぜってか。あれやね。この、バースデーパーティーを通して、みんなと仲良くなろうとしよる感じなんやね。来て早々誕生日が二人もおるっていうので。ところでおめえ、もうプレゼントは渡したのか？まだならさっさと渡してやれよ。あいつ、心の中では今か今かとそわそわしてるに違いねえからなってか。マジで今んとこさ、そのスーツ姿しか見てないんよね。絶対普段は服やろう。違うかな。勝手な思い込み。ちゃんちゃんことか着てるんやないん。頑固一徹。お誕生日って年に一度だけだからとっても特別感があるのよね。ケーキを照らすろうそくの火も集まって騒ぐこの感じも私大好き。あ、それに誕生日といえばプレゼントあってもらえるでしょ。素敵ね。カレー受け取ってどうぞ。中身はさくらんぼだけど。まあ素敵。ラッピングしてくれたのね。中には何が入ってるのかしら。あら、さくらんぼ。アイラさんのおすすめだしきっと美味しいでしょうね。素敵ね。うちの庭から取れまして。アイナさん、プレゼントをどうもありがとう。今日のことはずっと忘れないわ。素敵ね。いいね。よかった。私の格好もぴったりな気がする。年を重ねるごとに涙腺が緩くなるって噂は本当だったのね。私、こうしてみんなから誕生日を祝福してもらえてとっても幸せだわ。素敵ね。よかったよ。なんかすごいルンルンで。めちゃくちゃスキップしよるし、楽しそうでよかったです。あら、もう帰るのね。今日は本当にありがとう。プレゼントも嬉しかったわ。またいつでも遊びに来てね。素敵ね。全住民のバースデーパーティーに一徹現れるんやない。ね、ビビるんやけど。さあ、それじゃあこんな悪天候の中キャンプにやってきたという変わったお方を訪ねましょうかね。めっちゃ可愛い子とかやったらどうしよう。いや、どうもできんけど。何か急激に出ていきたくとかなってないかな。は、君は誰やっけ。ヘンリーやっけ。合ってた。はじめまして。君はこの島の人かい。少しの間お邪魔させてもらうよ。うちの島にはカエルはおらんかったんやっけ。炎の赴くままにこの島を選んだけど正解だったよ。ここはキャンプするには最高の場所だ。ヘンリー可愛いよね、結構。そっか、こんな雨の日にって思ったけど、雨の日やけんこそ出かけるんかな、カエル。この季節にこの島に来られたことを感謝するよ。秋のアイナは最高だ。今日のことは忘れないようにしっかりとしまっておくよ。心のアルバムにね。ヘンリーはキザ系ですか？ヘンリーって聞いたらなんか王子様の
イメージしかないんやけど、なんでなんやろ。ヘンリー、いや実際にまあヘンリー王子っておったっけ。え、おった、ドラクエと勘違いしてないよね。いやあれもヘンリーやったけどあの5に出てくるやつ。君だけに打ち明けるよ。実はこの島に来てからやけに視線を感じるんだ。みんなとても親切だし、もしかして僕に帰らないでって思ってくれてるのかな。むにゃ、うん、おいで。あ、気はないけどえ、この島に誘ってくれるのかい。その話ありがたいけど気持ちだけいただいておくよ。この島も素敵だけど今住んでる島も好きなんだ。今日は僕を待ってくれてる仲間の元に帰るよ。むにゃ、そうかい、残念だよヘンリー。ごめんね、なんか私が延々と話しかけよるけんさ、多分ずっとあの手に持っとったサンドイッチが食べれんのよね全然合間合間に食べてくれていいけどね。今なんか一瞬聞こえんかった、気のせいか。え、なんかいい夜。いや気のせいよね。カッペイさんの歌声が聞こえた気がした。さすがにそこに泊まってる時に歌ったりとかはしてないね。さあ私はさ、早く凍てつの家の中が見たいんだけど、なんかね、全く家の中を見せてくれんけんさどういうことマジで。あれ今日ボトルとか落ちてなかったね。こっち側にあるんかな。ボトル、ボトルないぞ。あっちか。アイナ島永遠に夏みたいな感じやけんねあの浜辺に屋台が並んでいたり。おお、何やってんだこんなところで。びっくりした木の枝持って。アイナさんのことを最近お見かけしてなかったのでとっても寂しかったです。私一人で散歩をしながら会える日を待ってたんですよ。たふん、それはそれは申し訳ないね。でも速攻でどっか行かれるけど。んーと、どこかの島で暮らす君へ。砂浜を散歩していたらインスピレーションが湧いてきてこのレシピが完成したんだ。きっと君にも作れるはずさ、僕のレシピがあればね。作ってもらえたら嬉しいな。 DIY の申し子クロベーより。クロベーってカエルか、なんか黒いカエルみたいなのおったよね。あれ気のせいかな。書類の山持ってたもうすでに持ってた。あ、なんか久々やね船虫めっちゃ久々やね。別にいなくてもいいんだけども、もうねとっくに確保しとるし、もう博物館にも寄贈しとるし。さあそれじゃあ、あー、一徹の家の中が見たかった。まだ言うはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、悪天候やし一徹の部屋も見れんしって感じやったけど、一徹はあれなんやね、頑固そうに見えてパーティー大好き男って感じなんやねなるほど、めちゃくちゃ陽気や。